姫路バイパス、市川ランプ付近兵庫県姫路市、北原姫路バイパスは、兵庫県高砂市から、伊保郡大使町に至る、国道2号のバイパスであり、自動車専用道路である。姫路市を横断し、阪神高速道路第二神明道路、加古川バイパス、姫路バイパス大使立野バイパスと、相互接続された、阪神、張間,間臨海地域の一大バイパス群を形成する。 2000年の無料開放までは、姫路東中路と姫路西大使東は建設省が、高砂北姫路東と中路姫路西は日本道路公団が管理していた。料金は、高砂北姫路東は普通車で200円、中路姫路西は無料であった。無料開放後は、全区間を国土交通省が管理しているが、渋滞が頻発しており、バイパスのバイパスとして、 ハリマ臨海地域道路が計画されている。対したツバイパス、姫路バイパス、加古川バイパス第二新名道路阪神高速3号、神戸線阪神高速から対したツバイパスまでの間は、道なりに進んで往来することが可能。全線を通した平均交通量は1日あたり11万1866台。国内屈指の交通量を有しており、特に、 高砂市姫路市間で記録した118,038台、日は国道2号中最多であるほか、高速道路を除くと兵庫県内でも主位の交通量である。特に兵庫県内で8万台以上、日の自動車が通行する道路は、高速自動車国道や都市高速道路しかなく、無料で通行できる、一般国道、自動車専用道路としては突出して多い。 交通量を有している。国道2号は太平洋ベルトの最重要道路の一つであるため、広島や岡山などの通過主要都市においても、局地的には10万台前後に達する区間は存在するが、この姫路バイパスから神戸方面に向けて加古川バイパスを通過し、第2新名道路伊川谷にジャンクションにかけては、約4 0トルの長距離にわたって連続的に、 交通量が10万台前後に達している。2005年調査時と比較すると交通量はのきなみ減少しており、特に姫路市内では大幅に減少している。混雑度は6車線区間である高砂西ランプ姫路南ランプでは一応過労うじて実しているが、その前後の4車線区間では一応大きく超え、やや混雑状態となっている。平均の旅行速度は全線を通して、 最高速度の時速7 0トルを超えている区間が多く自動車の流れは非常に速い。平日24時間交通量姫路バイパスでは全線を通した連続道路照明灯は設置されていない。設置されているのは特に交通事故の多い地点であるがその結果全く設置されていない区間は実質的に姫路東中路のみになっている。また、 連続照明の設置基準は、交通量5万台、日地となっており、姫路バイパスでは、その2倍以上の交通量があるが、この基準は高速道路におけるものであり、それ以外の道路では基準を超えたからといって必ずしも、設置する必要はない。なお東隣に接続する、加古川バイパスに至っては、各 IC 付近、加古川大橋以外には、道路照明灯は設置されていない。 兵庫県警察高速道路交通警察隊、姫路西文中隊が管轄している。ありがとうございます。